強くなりたいと思って来てるんで、強くならないで帰らせるわけにいかないですからね。オリンピック選手養成所、日本卓球界の虎の穴に潜入。オリンピック出場してメダルを取ってます。世界大会に出てメダルを取れる選手になると思います。ここは全国で唯一寮を完備した卓球クラブ。選手たちは一つ屋根の下で共同生活を送っている。モットーは人間力なくして競技力向上なし。目の前整備できるようになると試合で多分頭の整備ができる、いろんな戦術が組み立てられる。選択肢楽しいです。楽しい。これまで早田ひななど多くの日本代表を輩出、卓球界に旋風を巻き起こす驚きの練習法とは。3月27日土曜午後4時30分、バースデー。